はい、皆さん毎度毎度。はい、都市伝説問題ね。秋は毛が抜けるのが増えるのあるかと思います。しばちゃん先生毎度毎度ね。ああ、みんなよく言うんだよね。だけど動物学的に犬猫が夏毛冬毛に生え変わるのがあると思うというならば、野良猫を見てる限りだと、この夏これから抜けるかな。初夏の方が抜けてるよね。やっぱ冬毛が抜けて夏毛にちょっと涼しげになるためにブラッシングするとごっそり抜けてたよね、初夏はね。これからどうなるかな、秋口ね。またちょっとブラッシングしてみるけど、野良猫とっ捕まえてね。まあでも秋になると毛が抜けるとかみんなよく言うよね。やっぱストレス、夏のストレスかね。カップラーメンにお湯入れるとお客様が来る。まあ普通のお店で忙しかったらそれはあるよね。でもうちの店あたりになるとさ、ラーメン作ればお客さん来るんだなんてね、ジンクス稼いでやったってお客さんなんか来やしないよ。のんびり食えるで。あとお昼ご飯食べようと思って電子レンジに入れるとお客さんが来るとかね。ないな最近そういうの。シャンプー台、フェイスシートがずれると目が合う。あんまりないけど、フェイスラインが微妙な生え際に来てるとさ、そこにシャワーの水圧でさ、スポーンってさ、フェイスシートが流しの排水口に吹っ飛んでちゃうよね。あと喋る人、なんかフェイスシートかけて男性の方なんかそうかな、喋ると口が動くとどん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 フェイスシートがさ、ヒゲに引っかかって下行っちゃうっていうのなんかあるような気がするよね。あるよね。あとお客様に左利きって聞かれる。いや右利きです、鏡だから左右逆になるからね。まあ他にもありそうですねってね。都市伝説とは違うと思いますが、髪の毛縛ると早く伸びる。これね、昔いたお客様でね、ヘアカラーしてて自分できっちり縛る人いるんだよね。そういう方ね、じり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 してて、なんか根元は1センチしか伸びてねえのに、なんか物理的に引っ張って長くなってる気がしたね。伸びてるっつの、その代わりねじりじりしてるんだよね。物理的に引っ張って伸ばしちゃってるから。あとね、不思議だったのはね、10ヶ月ぐらい前に手術して襟足の方剃った、まあミドルのお姉さんいたんだけど、その方はね、10ヶ月だから10センチしか伸びてねえかなと思ってみたら15センチぐらい伸びてる人いたよね。女の人で、女の人はだいたい1ヶ月1センチなのに、そこの剃った部分は15センチ伸びてたんだよね。あれ早えなと思って測ったんで、実際に定規で、その時伸びるの早いねなんてね、お客様と言って、確かに10ヶ月で15センチぐらい伸びてると、これは事実なんだよね。ちょっとなぜかって言われても分かんないけどね。都市伝説のホームラン級と言ったらやっぱデジタルパーマだね。デジタルパーマなんかあんなもんでき損ないでさ、大したことないよ。あんな機械いらねえし、デジタルパーマみたいなのかけたいんだったら薬つけて油水で水巻きでカーラー巻いて、ほんで遠赤ぶっ込むや、同じ、内側から温まるとか外側から温まるとかって言うけど、大きな違いはないと思うよ。どっちにしろ毛先は強めにかかるわけだからね。まあデジタルパーマは魔法のパーマでも何でもないからね、ただの演出パーマで、まあやれ、デジタルパーマかけりゃどんな髪でも綺麗にかかるってのはもう完全に都市伝説ね。そんなこと信じてると本当髪の毛ボロボロになっちゃうよね、お客様ね。あと細毛難毛の方ね、短く切った方がボリュームが出るって、まあこれも都市伝説って言っていいのかどうかね。切りすぎるとさ、遊ぶ毛がなくなってかえってちっちゃい頭になっちゃうんだよね。だこれちょっと切りすぎ注意だよね。短く切ったほうがボリューム出るんでしょなんてね、お客様に言われてね、まともに受けてね、切りすぎちゃうとちんちくりの頭になっちゃうからね、ちょっと注意だね。まあそのぐらいだね。はい、お疲れ様でした。